エイサステックコンピューターインク、あるいはカヒロシデンの古墳有言講師は、台湾台北市に本社を置く PC 及び PC パーツ、スマートフォン、周辺機器製造メーカー。日本法人は、エイスースジャパン株式会社。エイスースの正式な読みは、エイスースとされている、ブランド名として、エイスースを使用しているが、これは、ベーガソスに由来して付けられたものであり。 同社は、市場に等すべての製品に、高レベルの品質と独創性を吹き込むことにより、基地に富むペガサスが象徴する強さ、創造性、純粋さを具体的に実現するという意味を込めたと、説明している。当初、日本参入時からの、エイスースの日本での読みは、アスースが正式とされていた。日本法人の当機名もアスースジャパン株式、会社であったが、 2012年10月1日にエイスウスの故障をエイスウスに統一し、同時に日本法人のアスウスジャパン株式会社をエイスウスジャパン株式会社に社名変更した。日本人に馴染みのあるローマ字や英語とは異なる読み方であるため、誤って読まれることも少なくない。日本国内ではアスウス、エーサス、アサス、エイスウス、英語圏では エイススに近い発音で読まれることが多い。中国語表記の発音は上記いずれとも全く異なり、カヒロシと書いて、ファーシオに近い発音となる。しかし、おおむね、どの読み方でも通じる。エイサステックは、どんな読み方をしても、エイスースに親しんでくれればいいとして、放置、故障に対する同社の曖昧な姿勢が混乱を招いていた。2010年12月に、 アスースという発音表記の書かれた画像と、それを発音する動画がインギャジェットにおいて公開された。なお、同サイトの記事では、古い発音として、最後に、アスースと発音している、以前の YouTube のオフィシャル動画も示されている。この新しい発音の日本での公式なかな表記が、エイスースである。1989年に TH トゥングらによって、設立された。 当時は日本で PCAT5 換気の市場が本格的に形成され始めた時期であり、設立直後から日本にマザーボードを輸出していた。新製品投入サイクルの短さと高品質等をモットーとしていたが、製品によっては BIOS の完成度が十分ではなく、アップデート頻度が高いものもあった。現在の製品分野は業界作用手の一つに数えられるマザーボードのほか。 ノートパソコンやスマートフォン、ビデオカード、DVD ドライブなど多岐にわたる。OEM では、かつてソニーバイオシリーズへ供給していたほか、ソニーコンピュータエンターテインメントやアップル、ヒューレットパッカード、エプソンダイレクトなどへ部品の供給を行っている。消費者向け市場では、2008年春頃から自社ブランドでネットブック、AAPC を本格的に販売している。 アスロックはエイスースの技術者による独立企業が出事であり、現在もエイスースの製造部門が分離独立したペガトロンの参加ではあることから、現在もエイスースの子会社という誤解が生じがちであるが、信頼性重視のエイスースブランドとは異なる個性的なマザーボードの製造は独立企業当初からなされていた。例えば i865 チップセットで、 対応負荷であるはずのインテルコアニが動作するコンロ865ポリエチレンではメモリは DDR400 に独自に対応させさらに DDR533 にオーバークロックして動作させているというまたコンデンサ等部品面でも差別化が図られていた2006年8月9日にギガバイトテクノロジーと合弁会社を設立する計画を発表したが一部の 地域での独占禁止法に抵触する恐れなどから2007年3月22日に事実上撤回した。日本代理店は以下の通りである。なお、かつては UAC が国内総代理店であった。正規流通ルート以外の輸入品は並行輸入品扱いとなる。上記の代理店以外に販売された製品を許可なく日本に持ち込んだ場合、 並行輸入品とみなされて、正式なサポートが受けられなくなると、ASUS 本社が公式に表明している。日本法人従来日本国内にはサポート拠点のみを置いていたが、2008年7月から経営機能を強化した。いわゆる5万円ノートパソコンの AAPC シリーズがヒットしたことで、日本に根付いたビジネス戦略を迅速に展開する必要が出てきたことがその理由。 日本法人では、エミリー・ルー氏が代表取締役社長に就任。また2009年1月には、関西伊勢におけるビジネスパートナーとの協力体制強化と、リレーションシップ構築を行い、日本でのさらなる経営基盤強化を進めるため、エイスース大阪オフィスを設立した。2018年3月2日、港区赤坂に直営店、サポート拠点となる。 ASUS ストア赤坂をオープン。同社製ノートパソコンの英語キーボード換装や、全本のバッテリー交換、修理などのサービスを受けることが可能。海外にも ASUS ストアは存在するが、現地代理店が経営しているものが中心で、直営店舗とサポート拠点を一箇所にまとめた店舗は、ASUS で初となる。ASUS のノートパソコンアンドロイド搭載モデルのタブレットは、 ビジネスシーンでも活用できるキーボード付けのモデルを販売しているのが特徴である。タブレット PC のみや Windows 搭載モデルもある。Asus のマザーボード。ありがとうございます。